ウェイティングフォーザ・サイレンズ・コールは、イギリスのバンドニュー・オーダーが2005年に発表した、アルバムである。スタジオアルバムとしては8枚目、2001年の、ゲット・レディ y 以来4年振りとなる。2002年にベストアルバム、インターナショナル・ザ・グレーテスト・ヒッツ、リリース時には2003年に、リリースされると言われていた、ニューアルバムだが待てど暮らせどリリースされず、2002年末に、 CD、ボックスセット、レトロがありリリースされて、以降再びバンドの活動は途絶えてしまったかのように、見えた。しかし遅延しつつもレコーディングは続けられていた。当初このアルバムは、ブライアン・イーノにプロデュースを依頼していたが、イーノのスケジュールの都合がつかず、最終的には、スティーブン・ストリート、ジョン・レッキー、スチュワート・プライスの3人との共同プロデュースとなった。 レコーディング中には、トーレ・ヨハンソンがプロデュースを担当するという噂も流れたが、プロデュースを依頼したのかどうか真偽は不明。またこのアルバムより、マリオンの元メンバーで、サポートメンバーでもあったフィルカ・ニンガムが正式にメンバーに加入、再び4人になっている。アルバムには、前作の流れを組むロック色の濃い曲、レゲエビートを取り入れた曲、ダンサブルな曲などが収録されている。 アルバムからは、クラフティと、ジェットストリーム、タイトル曲の、ウェイティングフォーザスハイレンズコールが、シングルカットされた。しかし年末にまた、ベストアルバム、シングルズがリリースされた後メンバーは沈黙するようになる。さらにその後、ピーター・フックとバーナード・サムナーとの対立が、深まりついに、仲間割れに発展してしまう。すでにピーターが、 バンドの解散を明言しているがバーナードとスティーブン・モリスはバンド続行を宣言しており今後の活動が宙に浮いた状態となっている日本国内版は同年3月24日にワーナーミュージック・ジャパンからリリースされたが日本版の最大の話題はボーナストラックとして収録されたクラフティーの日本語バージョンである エイジアンカンフージェネレーションの後藤正文作氏による、この日本語バージョンは、バーナード・サムナーのアイディアが元になっている。この年のフジロックフェスティバル3日目では彼らが登場、この日本語バージョンも演奏したが、演奏の際に、ステージ脇の巨大スクリーンに、この日本語バージョンの歌詞を表示、ファンらと大合唱した。なお、クラフティは、 日産自動車のセレナの CM ソングに使用されたが、こちらは日本語バージョンではなく、オリジナルバージョンが使用された。フーズジョーフーズジョー ?5 時41分ヘイナウホアットユードゥーイング、ヘイナウホアットユードゥーイング5時16分、ウェイティングフォーザサイレンズコール、ウェイティングフォーザサイレンスコール5時42分クラフティー。 クラフティー4時33分、ア、so. so、イトールドユーソー、アイトールドユーソー6時、モーニングナイトデー、モーニングナイトデー5時12分、ドラキュラズ、キャッスルドラキュラ、S キャッスル5時40分、ジェットストリーム、ジェットストリーム5時23分、ギルトイズアユースレス、エモーション。ギルトイズ、イユースレスエモーション5時39分ターン。 ターン4時35分ワーキングオーバータイム、ワーキングオーバータイムから3時26分クラフティ、クラフティ4時34分クラフティ、クラフティ6時55分クラフティ、クラフティ7時8分、ワーナーミュージックジャパンからリリースされた日本国内版による。ありがとうございます。